はい、皆さんこんにちは、リンク&イノベーションの山本です。この DICT というですね、ポータルサイトの代表を務めております。このポータルはですね、毎月、まあこれからもっと増えるかもしれませんけど、ウェビナーという形で、動画のですね、情報配信をしていきたいな。特にテクノロジーとかデジタルトランスフォーメーションみたいなトピックで、この製薬産業の、まあ、R&D に関わる、プロセス改善みたいなトピック、もしくはゲスト等々どんどん呼んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、これから多分オンラインサロンなんかもやっていくと思いますので、ぜひ皆さんご参加いただければなと思います。今日はですね、ゲストというか、私と一緒に今 DIA のカッティングエッジシリーズ、今年2021年第3回目になりますけど、はい、一緒に企画させてもらってます、旧プログラム委員長の、はい、冠和弘さんにお越しいただいています。はい、よろしくお願いします。冠です、よろしくお願いします。で、私今年から新しい委員長ということで、はい、コチェアですけれどもさせていただいておりまして、今日は4月21日に今年の第1回目の DIA カッティングエッジシリーズの、まあ、番宣ということで、はい、ちょっと短めのYouTube の動画を撮らせていただいてます。で、DIA の方からも案内来てますけれども、非常に面白いこれトピックで、はい、テーマはドキュメントインテリジェンスです。要は皆さんが今、薬事関係の文書ですね、まあ治験届だとか、IRB サブミッションだとか、ECT だとか、さまざまな文書あると思うんですけど、特に今回はサイトスタートアップのピリオドにフォーカスした、まあ、薬事関係文書、はい、これのオートライティングだとか、オート QC だとか、機械翻訳ですから、まあ、オートトランスレーションですね、はい、であとはこれの、まあ教師データが作れるような、まあ、共同編集のクラウドプラットフォームで、即時に瞬時にか機械学習させまして、もう二度と同じ過ちを繰り返さない、みんなでデータを価値にしていく、欲しい。で、最終的にはそれがダッシュボード機能を備えたプロジェクトマネジメントツールになっていて、ドキュメント最終的には半数管理なんかも踏まえて ETMF にオートで入っちゃうみたいな、最終的にはもう薬事申請だいぶ楽になりますよ、あとはインスペクションも楽になります、はい、オーディトトレールついてますとか、すごい、そういう夢のですね、ドキュメントインテリジェンスを実は開発されて実装されたファーマ CRO さん、まあ、これまた開発中ですけどもいらっしゃって、お呼びしております。バイエルの中国にいらっしゃいます、まあ、アジアパシフィックのクリニカルオペレーションのヘッドとか、 CMC のグローバルのヘッドとか、まあ、最近もうほとんどグローバルの偉い方中国にいらっしゃいますけども、そうですね、この方々にご登壇いただくことを、まあ、OK いただきまして、はい、実際にバイエルさんで実装された仕組みについて、まあ、開発のヒストリーとか、はい、物語みたいなのを話していただいて、うまくいかなかったところ、こうやったら DX うまくいくんじゃないかみたいな経験談、うん、はい、これを踏まえて実際のものも多分ちょっとビデオで見せていただけると思いますので、これは本当に価値のあるセッションかなと。すごい。で、それってじゃあ海外で起こってることなんでしょとかっていう話を、まあ、払拭するために、日本でも実はこういうことをもう始められている企業がどんどん出てきてますので、まあ、その中の一番リードされているシミックさん、シアローさんですけど、シアローさんのお立場から今どんなものを作ろうとされているのか、日本のレギュレーションとか、まあ、プロセスに合わせてどんなものが実現可能なのかみたいなところ、はい、これも惜しみなく、まあ、お話しいただこうかなと、みたいです。その後パネルディスカッションということで、例えば中外製薬の中国法人の代表の方、小野薬品のデータサイエンス部長さん、これもあとはメルクバイオファーマの、はい、イノベーション担当の方で、あとは、このデジタルプラットフォームを実際開発したベンダーの、はい、まあ、創業者の方、はい、まあ、こういうですね、関係者を一同にお呼びしまして、実際これからやりたいんだけどまだできてないんだよとか、もう始めてるんだよとか、もう実装してるんだよみたいな、さまざまなフェーズの方々にいろんなぶっちゃけ話を、はい、このパネルで約1時間ぐらいしてもらおうかなと思ってるので、すごい豪華。ぜひ参加者の方はクラブハウス的なノリでですね、どんどん舞台に立って手を挙げて入ってきていただいて、単なる一言二言の質問じゃなくて、一緒にディスカッションをさせていただければなというふうに考えておりますので、素晴らしいです。トータル1時間の、まあ、スピーチに1時間のディスカッションみたいなものを考えてます。
なので多分これは僕のまあ経験上も含まれてですけど、多分どこでも聞けない話ですので、ぜひこれあのご参加ください。実は DIA グローバルでも今非常にこれ注目されているそうでして、もともと日本だけのセッションだったんですけど、はい、同時通訳のバジェットもつきまして、今欧米、アジア全体に、参加者を募るメール等を発信していただいてますので、日本人の方が少ないってことがないようにぜひ皆さん、ご参加ください。同時通訳付きです。いいですね。カムさん、最後にちょっとご期待されるところとかポイントとか見どころみたいなところをお願いします。いや、おそらく議論の中で新しいビジネス生まれちゃうんじゃないかなと思います。生まれますね。あとこれかなりの今制約とか CIO の方がやりたいって言われてるトピックなんですよ。そうでしょうね。なので、全く考えてなかった方々も含めて、今実際世の中どこまで進んでんだみたいな、ドキュメント系で見たいです。これ見ていただきたいなと思います。僕も昔薬事やってましたけど、あんな欲しいですと、欲しいです思っちゃいますし、今神さんはもろにやられてますけど、苦労してます。欲しいです。それをまあ見ていただくような回にしますので、皆さんこうご期待ということで、ぜひご参加ください。それでは4月21日の日本時間の5時ですね、はい、DIA のウェビナーでお待ちしております。登録の仕方とか多分このあたりに今載せていただいていると思いますので、よろしくお願いいたします。